東京ドーム、プロ野球ファンの皆さん、こんばんは。伝統の巨人阪神クライマックス戦第2ステージ第4戦の模様を、この放送の解説は立川哲郎さん、西田幸弘さん、このお二人でお送りします。それではどうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。さあ、そして現地の様子を伝えてくれるリポーターです。はい、こんばんは。私たちがホームランやピッチングの談話を聞いてまいります。どうぞお楽しみに。はい、今日もリポートよろしくお願いします。さあ、いよいよ試合開始まであと少しです。このゲームの先発ピッチャー、ハウを勝つと日本シリーズ出場の決まるゲーム、そのマウンドになります。さあ、どんな投球を見せるのか。1回の表、タイガースの攻撃、先頭のバッター高橋、ここは塁に出て繋いでいきたいところ。マウンドは先発ピッチャー、パウエル。何を投げてくるか。まずは初球ストレート、バッテリー外してきます。さあ、バッター赤星どう攻めるのか。入れてきました。今の球きついんじゃないですかね。はい、ちょっとこれは今日のピッチング楽しみじゃないですか。はい、その通りですね。1回の表、タイガースの攻撃、3投目、落ちました。打球はセカンド後方へ、バックアバウンドした、落ちました。ここでヒットが出た。赤星ライトへのヒットが出ました。さあ、打順は2番に回ってきます。藤本、左打席に入っています。さあ、タイガース、ノーアウトからヒットが出ました。いきなり牽制。バッター、藤本。さあ、初球です。まずはボールから入りました。この球は外しています。ノーアウトです。2投目は。外れてボール。これは大きく外れてボール2つになりました。いきなりランナーを背負っています。これも牽制。いきなりヒットのランナーを許しています。1回の表、3球目、あっと、今度はインコース、ワンエンド2になっています。バッティングカウントになった。ストレート取った、2塁へ送ります。2塁はアウト、1塁間に合うか。ランナー一塁の場面、一気にアウトが2つになりました。ランナーはありません。今のストレートでしたけどもね。なるほどね、バッテリーの思い通りということなんでしょう。そして次の3番シーツ、右のボックスです。バッターの3番シーツ、最初の1球、ストレート打って左方向、取った、一塁へ送ります。一塁、これは余裕でアウト。これで3アウトチェンジです。1回の表終了、タイガース0点で攻撃を終了しました。そしてタイガースの先発ピッチャー安藤、勝敗5分に持ち込むためには投げ勝つしかありません。ジャイアンツ打線をどう抑えてくるんでしょうか。1回の裏、ジャイアンツの攻撃開始ます。この回の先頭、高橋由伸、ボックスです。1回の裏、ジャイアンツの攻撃、初球はどうか。まずは落としてきました、大ワン。バッターの1番高橋由伸、2球目はどう攻める。
内へワンエンドワン。厳しい球だと思うんですけども、はい、こういう球が来るなら今日は楽しみですね。ええ、その通りですよね。さあ3球目はどうか。この変化球は枠の外、さあワンツーです。さあバッターちょっと有利か。外の遠いボール打っていった、右へ行った、一塁へ、一塁、これは余裕でアウト。高橋ファーストゴロに終わっています。そして次の2番谷、ボックスに入ります。さあバッター谷、何から持ってくるか。初球を叩いた、打球はサードへ。まずはワンアウトを取っています。2球目です。これはスライダー、さあここは追い込まれていますが、果たして3球勝負するのか。コーナーついてちょっと外れた、この球は入りません。さあ4投目、これはいい当たりだ。さあヒットになった、先制のランナーがここで出ます。このタイミングはどうか、ツーベースヒット、谷レフトへのツーベースヒット。打順が変わります。小笠原、初回から先制のチャンス、その打席になります。バッターは3番小笠原、最初の1球は何か。ここは見ていきます、ノーワンです。先頭打者は内野ゴロ、その後ツーベースを打たれています。ストレート決まってワインエンドワン、ワインエンドワン。なおもワンアウトです。3球目アウトコース、ボールカウントツーエンドワン。次が4球目、ストレート打ちました、ライン際際どいか、しかし今の打球はファウルです。カウントはそのままツーエンドワン。スイングアウト、空振りの三振に切って取りました。次のバッターとなります。いい初回からリードを取っていけるでしょうか。ツーアウトになりました。さあ第1球、その初球は変化球でした。さあワンボール、バッターの4番イ、2球目はどうでしょう。外、ボールカウントノーツー。さあ第3球、外へ持ってきました、ノースリー。次の4球目、打っていきます、打球は右へ、抑えた、一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあタイガース、この後4番バッターからということになります。2回の表、タイガースの攻撃、4番からの打順になります金本。やはりこの先頭バッターとしては塁に出たいところです。両チーム無得点のまま2回に入っています。最初の1球は何か。初球インコースから入りました、ボールカウントノーワン。バッター金本、さあ2球目は決まりました、ワンストライクワンボール。
まずは初回を失点ゼロとしています。さあ3球目、近いボール持ってきました。これは釣り球、引っかかりません。さあ西崎さん、今日の立ち上がりはどうでしょう。まあヒットは打たれましたけども、ゲッツーを取れる投球もできましたから。はい、しかしこの後をしっかり抑えればまだまだこのゲーム分かりません。入れてきました、ツーストライクツーボール。次が5球目、低めのボール打って右へ行った。これはスタンドに入ってファウルボール。依然2エンド2、変わりありません。これはいい当たり、ファーストへの打球、ファースト取った、一塁はアウト、余裕がありました。金本ファーストゴロに倒れました。そして次の5番今岡、今日の第1打席になります。さあバッター今岡、最初の1球低め打って、これはセカンドになります。抑えた、ファーストへ送ります。今岡セカンドゴロに終わっています。次のバッターに変わります。浜中、2回の表2アウトです。このゲームの最初の打席になります。どこに入れてくるんでしょうか。最初は外のボール、さあカウントはワンナッシング。6番バッター浜中、さあ次のボールは、これはまっすぐ、ワンエンドワンになりました。ツーアウトになっています。さあ次の3球目、しっかり捉えた、これはサード取って一塁へ、一塁はアウトでスリーアウトチェンジになります。さあジャイアンツ、次の攻撃は5番からということになります。2回の裏、ジャイアンツの攻撃、その裏の攻撃のトップバッター三岡、右の打席に入りました。初回ヒットを打たれましたが0点に抑えています。どこから行った。最初のボール外れました、カウントノーワン。さんにお伺いしましょう。先ほど初回のピッチングはいかがでしょう。まあこれから立ち上がってくるんじゃないでしょうかね。ああそうですか。さあこの後もしっかりと抑えていきたい今日のピッチングです。決まりました、ワンエンドワンです。2回の裏、ジャイアンツの攻撃、さあ3球目、ストレート、カウントワンエンドツー。攻撃中のジャイアンツ、先ほどの回は残塁が1、そして得点には至りませんでした。ストレートで2ストライク目を取りました。2エンド2になりました。さあ5球目、バットフルは強い当たりだ、低い当たりになった、これは取れない、ワンバウンドヒット。さあノーアウトのランナーが出ます。さあ達川さん、今のは、今のシュートをねヒットにしたんですがね。ああですね、そしてヒットになった場面でした。さあランナーが一人出ました、ゴンザレス、右バッターボックスに入ります。バッターは6番ゴンザレス、どこから狙うか。最初は外に持ってきました、ノーワン。ノーアウトでランナーを出しています。これはストレート、このボールには手が出ません。今日の1回までのピッチング、許したヒットが2本、逃げた、間をきれいに破りました、止まりました、ファーストランナーは2塁ストップです。さあヒットになる。さあ今のバッティングなんですが、松川さん、
まああのフォークではね打ち取れませんよね。まあちょっとピッチャーこの緩みもあったんでしょうか。さあ塁上が埋まってきました。阿部今日最初のバッターボックスです。いきなりランナー2人を出しています。さあ1球目、まずはストライク。これはちょっと手が出ません。この回ヒットを2本打たれています。外へ、これは決まった。ストレートで2ストライク目を取りました。さあ勝負するんでしょうか。まっすぐ持ってきました。際どく外れた。さあ4球目、見逃し、これは入っていました。ワンアウトになって次のバッターになります。コリン、先制のチャンス、期待に応えるでしょうか。さあバッター、コリン、まず初球打ちました。これはバッテリーの配球勝ち、二塁アウト。もう一度振り返りましょう。2回の裏を終了、ジャイアンツ最後はダブルプレーに終わりました。3回の表タイガースの攻撃、7番からの打順になります。鳥谷ボックスに入っています。3回の表タイガースの攻撃、まずどこに構えるか。まっすぐ打ちました。三遊間はどうだ、取りました。ファーストへ、ファースト取ってこれはアウトです。鳥谷サードゴロに終わっています。そして次の8番矢野、右のボックスになります。この回はワンアウトになっています。どこから攻めるか。初球狙って、これはいい当たりだ。また三遊間への打球になった。一塁、これは十分間に合います。アウトです。矢野サードゴロに倒れました。ピッチャーに回ります。安藤、今日の第一打席になります。ツーアウトになりました。さあ第1球、まずは初球見送りました。カウントノーワン。バッターのピッチャー安藤。さあ第2球、今度もまっすぐできました。これは見送っただけになりました。この回順調に2アウトまで来ました。さあ3投目、外の球、これは入っていました。石垣さんにお聞きしますが、今日のピッチングはどうでしょう。そうですね、バッターに集中して投げてますからね。はい、この内容であればこの後も期待していいんでしょう。さあ第4球、内は、外れました。このボール球には引っかかりませんでした。さあ何を見せるか、引っかけました。高いバウンドになりました。取りました。一塁へ、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。3回の表が終了、タイガースこの回も3人で攻撃が終了しています。3回の裏ジャイアンツの攻撃、ジャイアンツの先頭バッターパウエル、3回の裏ノーアウトです。攻撃中のジャイアンツ、先
ほどの攻撃では残塁が2つ、そして得点はなりませんでした。何から持ってくるか。外から攻めていきます。ボールカウントノーワン。ノーアウトランナーありません。勝川さん、ここはどうすればいいでしょう。まず塁に出るというのをね、考えたいですよね。はい、とにかく出塁したいこのバッターボックスです。はい、大きなカーブできました。カウント1エンド1。オレンジ一色に染まった東京ドームから実況生中継でお送りしております。さあ3球目、丁寧にコーナーをつきます。さあワンツーです。さあ今日の第一打席です。さあバッティングカウント、これは低い。本当低めに丁寧なピッチングですけどもね。はい、確かに低めの配球が多くなっています。バッターアウエ。さあ5球目、低いボール、これはファウルグラウンドだ。この打球はファウルになります。さあフルカウント、第6球。抜けた、抜けました。ノーアウトからランナーを出していきます。これで打者一巡となります。高橋由伸バッターボックスに入ります。ノーアウトです。1投目はどうでしょう。初球振りません。この球は枠に入りません。2回までのピッチング許したヒットが4本、この回1本打たれています。今度はインコース、ボールカウント1エンド1。ヒットのランナーを許しています。さあ3球目はどうか。バッター見送りました。1エンド2です。この前の打席ファーストゴロに終わっています。これはまっすぐ。次が5球目、スイングアウト三振。気持ちの入ったストレートですね。はい、バットに当たりませんでした。ワンアウトで次のバッターが入ります。谷、バッターボックスです。バッターの2番谷、初球は最初はインコースから来ました。ワンボールです。谷、今日は1回塁に出ています。ここで変化球を使ってきます。カウント1エンド1。先頭バッターにヒット、その後三振を取っています。インコース際どい、打ちをしつこく攻めます。さあ4投目、このストレートはわずかに外。ボールカウント2エンド2。さあ何を見せるか。さあこの当たりは、これは低い当たり、打球はレフトの前に落ちた。落ちました。2打席連続となるヒットになった。ジャイアンツ今日放ったヒットの数が5となっています。さあ打順が移っていきます。中原、先制のチャンスという画面での打席になります。セカンドランナー帰れば先制点ということになります。初球はどうか。最初はストライク。でも力強いね、スイングしてますよね。豪快な空振りでした。1回の打席、空振りの三振に倒れています。この場面は変化球できました。ワンエンドワンになりました。依然ワンアウトです。さあ3投目、外、決まった。カウント2エンドワン。4球目、まっすぐを打ってフロアライン際、今のが50球目、ファウルボール。依然カウントは2エンド1。ストレート落ちた。この打席も三振に抑えました。アウトが2つになって次のバッターになります。いい、もちろんランナーを返せば先制ということになります。今日2度目のバッターボックスに入っています。どこに入れてくるか。ここでファーストゴロ、繋がりません。ファーストが抑えます。
他球場の途中経過です。まず千葉マリンスタジアム0対0、両チーム無得点です。4回の表、タイガースの攻撃。こちらもこの回から2巡目に入ります。高橋、左のバッターボックスに入ります。どちらも無得点なんですけど、流れ的にはジャイアンツですよね。だから最初の1点、初球を叩いた。こんなところが悪かったか、取りました。これ残念ですけどね、これ飛んだところがね。はい、しかしいい当たりでした。打順は次に変わります。藤本、ボックスに入りました。さあ1投目、まず低めに持ってきました。今のはね、バッテリーが上でしたよ。はい、ここは狙い通りとはいきませんでした。これが2回目の打席、2球目です。あっと、打った。これはセカンド取って一塁へ送ります。これは一塁アウトです。藤本、セカンドゴロに終わりました。そしてクリーンナップへと続きます。シーツ、4回の表、2アウトです。2アウトになっています。最初の球は初球ストライク、ボールカウントワンストライク。さあバッター、シーツ、このボールはどうか。次はストレートできました。カウントワンエンドワン。早くもツーアウトにしています。3球目はどうする。これは外です。ワンストライクツーボール。今日2回目のバッターボックス。さあバッティングカウント、どう攻める。これは強烈な当たり、ピッチャーの横、抜けた、センターに抜けます。ツーアウトから塁に出ます。シーツ、センターへのヒットになりました。そして打順が変わります。金本、打席に入っています。タイガース、ツーアウトからヒットが出ています。最初の1球、低め打って打球はセカンドへ、取りました。一塁へ、一塁はアウトで3アウトチェンジになります。さあジャイアンツ、この後5番から始まります。4回の裏、ジャイアンツの攻撃。対するこの回の先頭、ニオ、ボックスに入ります。4回の裏、ジャイアンツの攻撃。さあどこから来るか。まずは変化球、バッテリー外してきます。バッター、ニオ、次の第2球、決まった、高めいっぱい、ワンエンドワンになりました。攻撃中のジャイアンツ、3回までは5つの残塁、そのランナーは結局返せていません。決めてきます。追い込みました。146キロです。さあ4投目、高めの球、これは外れます。2ストライク2ボール。さあ5球目、さあノーアウトから先制のランナーを出していく。新岡、センターへの打球はヒットになりました。さあまずはランナーが出ました。ゴンザレス、バッターボックスです。今日の3回までのピッチング、許したヒットが6本、与えた得点はありません。その初球ボールになりました。この球は入りません。今日は3回までを投げて打たれたヒットが6本。あっと、痛烈な当たり、これはファウルグラウンド。さあバッター、ゴンザレス、3球目、インコース高めのストライク、2エンド1です。さあ第4球、ボールです。2エンド2になっています。
次が5球目。あっとこれは強い当たり、あっと抜けた、きれいに破ります。ファーストランナーは二塁に止まります。ヒットになった。この打席もヒット。ジャイアンツこの試合のヒットの数を7としています。さあ得点への期待が高まります。阿部この先制のチャンス、打席が回ってきました。この回続けてランナーを出しています。さあ最初の1球、これは外れました。カウントノーワン。依然ノーアウトです。2投目は今度はまっすぐ打ちました。ワンストライクワンボール。この回2本のヒットを許しています。さあ3球目、あーっとワンツー。今日2度目のバッターボックスに入っています。外への変化球を外れました。さあカウントはワンスリーです。すでに今日奪った三振の数いきました。あっと最悪のコースに行ってしまった。二塁はフォースアウト。セカンド、ショート、ファーストと渡りました。ここもゲッツー取れましたけどもね。はい、今の警察が2つ目ということになります。そして8番ホリン、そのバッターボックスとなります。前の打席は凡退なんですけど、スイングはいい感じでしたからね。さあ初球はどうでしょう。最初から丁寧に攻めてきます。ノンストライクワンボール。ツーアウトになりました。このボールは入れてきました。ボールカウントワンエンドワン。バッターの8番ホリン、次が3球目。このストレートは外れています。これは釣り玉、引っかかりません。先制のランナーが3塁にいます。さあバッターちょっと有利か。さあ綺麗に三遊間を破りました。三塁ランナーが今ホームイン。1点先制します。さあこのまま日本シリーズ出場権を手にすることになるんでしょうか。そして次のバッターとなります。タウをバッターボックスに入ります。この回先制点を失っています。まず初球、まずはストライク、枠をいっぱいに使ってきます。なおもツーアウトです。さあ牽制。さあバッター、タウオ。2投目は、これはボールです。ワンエンドワン。これが2回目の打席。さあ3球目はどうか。ファウルボール。次の4球目。ボール、2エンド2になりました。さあ何を見せるか。低めのボール打ち上げました。打球は左へ上がった。ちょっと引っ掛けましたね。ああここはうまく打ち取りました。取りました。スリーアウトチェンジ。4回の裏を終了。しかしジャイアンツ1対0先制しました。5回の表、タイガースの攻撃。タイガースの先頭バッター今岡、バッターボックスに入っています。ノーアウトランナーなし。さあ辰川さん、ここはどうすればいいでしょう。まだ1点差ですからね。ここで最低でもやっぱり同点ですよ。はい、この場面はとにかく塁に出なければなりません。初球外してきました。ノーアウト。今日2度目のバッターボックスに入っています。さあどうでしょう。これはストレート、ワンエンドワンになりました。ここまでのタイガース、ヒットは2本、まだ得点がありません。ジャイアンツがリードしています。バッターよく見ました。さあ、ワンツーです。今日の4回までのピッチング、打たれたヒットが2本、失点なしのマウンドです。まっすぐ打ちました。これはピッチャー正面。一塁楽々アウトです。今岡、ピッチャーゴロに終わっています。そして次の6番浜中ボックスに入ります。一つ前の打席は綺麗な当たりだったんですがサードゴロに終わっています。さあ初球です。その初球は変化球でした。ワンストライク。ここも抑えてツーアウトにしたい。
このボールは、この球は主審はボールと見ました。ワンエンドワン。これが2回目のバッターボックス。3投目もう1回持ってきました。カウント1エンド2。ファウエ1点のリードをもらってのマウンドになります。さあバッティングカウントどう攻める。変化球打って、これはスタンドに入ります。ファールボール。さあ5球目、サード後方への打球です。皆様ら後ろに下がった下がった。さあランナーが出ました。浜中レフトへのヒットが出ました。さあ打順が変わります。鳥谷ボックスです。なおもワンアウトです。まずどこに構えるか。最初はストライク、ワンストライクノーボール。鳥谷どこに構えるか。高めに決まりました。バッター慎重に見ています。遊び球はあるのか。三球三振、空振り。遊び球はありませんでした。さあリプレイでご覧いただきましょう。2アウトになって次のバッターです。矢野5回の表2アウトです。2回目の打席はどうでしょうか。第1球です。初球外に来ました。ボールカウント1ストライク。今日は5回途中までを投げて許したヒットが3本。低め打ちました。あっとこぼしている。今拾ったかどうか。ここでヒットが出ました。矢野1本目のヒットが出ました。さあ次のバッターにつなぎました。安藤、同点のチャンスに打順が回ってきました。さあバッター安藤。さあ初球です。まずは見送りました。ワンナッシングです。ゲームは5回に入りました。両先発の投げ合いです。これは見送りました。これは打ってもヒットになりませんよ。はい、確かに難しいボールでした。さあバッターはどうする。今度はスライダーを持ってきました。低めを丁寧に攻めています。さあ第4球、変化球低めに持ってきましたがボールになります。ボールカウント2エンド2。さあ何を見せるか。さあ1点ビハインド。これで追いつくか。本塁狙ってくるのか。これでこの回3本目のヒット。ここでキャッチャーがマウンドへ行きました。ちょっと攻め方を間違えたっていうのはあるかもしれませんけども、はい。さあこの後注目の対決になります。2アウトフルベース、逆転のチャンスとなりました。そして打順は1番に戻ります。赤星、さあバッターボックスです。もう少しね、こういう状況で打てるようにしたいですけどね。はい、しかしだからといってピッチャー気は抜けません。まずは初球、最初はストレートから来ました。微妙なところを攻めてきます。塁が埋まりました。アウトを取りたかった場面でした。これはまっすぐ、ツーストライクです。キャッチャーのサインは、これはストレート。ボールカウント2エンド1。さあ4球目、変化しました。上がった、ワンバウンドヒット。ヘッドバッターは二塁へ。ボールは中継のセカンドへ。今セカンドランナーもホームイン。タイムリーツーベースヒット。
2対1逆転成功タイガース、初めて勝ち越しました。さあもう一度見てみましょう。そして2番藤本、その注目のバッターボックスです。ここで終盤に入ってきますけどね、ここで1点差のままではいきませんよね。はい、ここでの結果が試合の流れを左右します。まず低めから入りました。ボールカウントワンストライク。このイニング7人目の打者を送り込んでいます。これが今日3回目の打席。さあ2球目アウトコース、あっという間に2ストライクです。ピッチャー有利になったか、あっと空振り三振、スリーアウトチェンジ。最後空振りに仕留めたのはフォークボールでした。さあジャイアンツ、次の攻撃は打順よく1番から始まります。5回の裏、ジャイアンツの攻撃。この回はトップから始まっていきます。高橋由伸、次へとつないでいけるでしょうか。今日は4回までを投げ、許したヒットが8本、そして1失点となっています。初球はどうでしょうか。初球から打った、いい当たり、これはファースト抑えた。ファーストへ送ります。高橋ファーストゴロに終わっています。そしてバッターは2番谷、バッターボックスに入りました。さあバッター谷、どこに入れてくるか。まずは簡単にストライクが来ました。ワンストライクです。さあ3回目のバッターボックス、2球目いきました。あっと破りました。センターへのヒット。さあヒットになる。さあランナーが1人出ました。宮澤ボックスに入ります。この5回途中までを投げ、許したヒットが9本、この回そのうちの1本がありました。今日の奪三振の数は4となっています。まずどこに構えるか。まずは初球見送りました。ボールカウントノーワン。ここまで1点を与えています。この高めは入りません。さあカウントはノーツー。この回ヒットを打たれています。見送った。カウントノースリー。さあ3回目の打席。さあ次のサインは一つもストライクがありませんでした。これでセカンドベース上にランナーということになります。そして次の4番イ、さあ同点のチャンス、この一振りで追いつけるんでしょうか。これが今日3回目の打席。どこから行く。その初球ボールから入りました。この球は外しています。この回ワンアウトからのヒット、その後フォアボールで歩かせました。インコースきバッター、低めの球、タイミングが合いません。バッターは4番イ。さあ3球目、今度はストレートを持ってきました。低めが3つ続きました。自ら得点圏にランナーを進めています。これは外れてボール、ワンエンドスリーになっています。この前の打席はいい当たりだったんですが、ファーストゴロに倒れています。本当にね、いい当たりだったと思いますけどね。これは動けません。フルカウント 2-3。 この球はどうか。今度もフォアボール。このフォアボールで満塁となります。
さあこのピンチ、監督の采配はどう出されるんでしょうか。やはりフォアボールが続いてるっていうのが苦しいところなんでしょうね。はい、このピンチの場面、失投は許されません。ワンアウトフルベース、逆転のチャンスを呼び寄せました。そして5番バッターに変わります、三岡。このバッターボックスです。でも失点しましたので今度は得点したいですよね。はい、ここは点までつなげておきたい場面です。三岡、今日は2回塁に出ています。初球です。まずはスローカーブを見せました。際どく外れた。依然ワンアウトです。さあどうでしょう。外、際どい、抵抗カウント、ワンエンドワン。ワンアウトから満塁にしています。アウトコースストライカー、丁寧なピッチングを見せています。さあ4投目、空振り。まだ次がいますから、ホッとしてる間はないですよ。はい、ここで気を抜くわけにはいきません。さあ今のプレイ、もう一度見てみましょう。点が入るかどうか、ゲームに大きく影響します。第1球はどう。最初は見ていきます。厳しいところに決まりました。4回の2打席、2打席連続のヒットを放っています。コーナーへ決まります。ここはあっという間に追い込んでいます。2打席からの第3球、外への変化球入りません。このボール球には手を出しません。これはボールになります。2エンド2になっています。さあ5球目、打っていった。これはタイムリーになる。一気に逆転狙ってくるか。あっと落ちた。ワンバウンドヒット、三塁ランナーホームイン。ボールが返ってくる。3対2、逆転成功ジャイアンツ。ついに1点を勝ち越しました。今日最初のピッチャー交代です。藤川、これピッチャー的にも納得してないでしょうね。1点差の場面での登板となります。果たしてどんなピッチングを見せるのか。そして7番阿部、バッターボックスです。ちょっとね、ここでホームランありそうな予感するんですがね。はい、ここでスタンドまで運んでいけるんでしょうか。どこに出てくるんでしょうか。外めのボールから来ました。バッテリー外してきます。一つ前の打席は綺麗な当たりだったんですが、セカンドへのダブルプレーに倒れています。今の打球はね、素晴らしいと思いますけどね。今度は落としてきました。ノーツーです。バッター阿部、次が3球目、速球決まりました。枠をいっぱいに使ってきます。今日3回目のバッターボックスです。カーブを投げてきました。さあカウント2-2。さあ何を見せるか。これは大きな打球。さあ追加点となりそうだ。大きな打球になった。オーダー下がった、下がった、突き刺さった。スリーランホームラン。これは強烈な当たり。見事に捉えた打球はライトスタンドに消えていきました。5回の裏ホームランが出ています。さあホームベースまであと少し。今ホームに戻ってきました。6対2。そしてベンチ前、ファンも喜んでいます。3点を追加、この回5点目。リードは一気に4点、広がりました。もう一度振り返りましょう。次のバッターはどうでしょうか。コリン、右の打席です。
堀野、ここまで出塁は1回という内容です。さあどこから来るか。初球見送っていきます。ボールカウントワンストライク。4回の第2打席タイムリーヒットを打っています。先制点が入りました。外角低めのストライク、2つ見送って2ストライク。実況席の山口さん、はい、ジャイアンツサイドです。はい、どうぞお願いします。先ほどのホームランについてインタビューしてまいりました。打った球は落ちる球、おそらくフォークボール、しっかり振り抜こうと自分に言い聞かせて打席に入りましたということでした。山口さんどうぞ。はい、ありがとうございました。ラットスイングアウト三振、クリアアウトチェン、最後空振りに仕留めたのはカーブでした。さあリプレイでご覧いただきましょう。さあタイガース4点を追いかけます。第2ステージ第4戦は6回の表タイガースの攻撃。この回クリーンアップから攻撃となります。シーツ右のボックスに入っています。さあ最初の1球、最初は変化球持ってきました。ワンボールになりました。6回の表タイガースの攻撃、どこに構えるか。これはまっすぐ、ボールカウント1エンド1。バッターの3番シーツ。さあ3球目、外。さあカウント2エンド1。さあ4投目、変化球左へ行った。今のはファウルになります。2エンド1変わりません。打球はライン際、切れるか。ファウルになりました。カウントはそのまま2エンド1。あっとスイングアウト、最後は空振りに仕留めました。もう一度振り返りましょう。打順は次に変わります。金本、左ボックスに入りました。ここまでの失点が2となっています。どこに入れてくるか。最初は高めに持ってきました。ワンストライク。まず先頭バッターを三振に打ち取っています。第2球はどういく。振りません。ストライク、スライダーで追い込んでいます。3球で決めてくるか。この変化球は外れています。この球は入りません。さあ第4球、打って打球はライン際、切れるか。しかしファウルになります。カウントは変わりません。2エンド1。ここは見ます。2エンド2になっています。さあ6球目はどうする。セカンド抑えた。一塁に送ります。一塁、これは余裕でアウト。金本セカンドゴロに倒れました。そしてバッターは5番今岡。6回の表ツーアウトです。ツーアウトになっています。さあ初球です。これも痛烈な打球、あっと抜けた、抜けました。ヒットになる。タイガース、ここまで放ったヒットの数が7となっています。ここで次のバッターに変わります。浜中、バッターボックスです。今日は6回途中までを投げて許したヒットが7本、そして2失点というピッチング。初球スライダーで入りました。ボールカウント1ストライク。依然2アウトです。2球目はどうする。外、外ときました。2ストライクノーボール。追い込んだ。
打っていった、ピッチャーの正面、これはセンターに抜けます。ファーストランナーは二塁です。二塁ストップです。さあヒットになった。2打席連続のヒット浜中、これでヒットは今日2本目。さあ塁上が埋まってきました。鳥谷、ランナーを返すバッティングとなるんでしょうか。これが今日3回目の打席。なおも2アウトです。初球は鋭い打球がいった、間を抜きそうだ。さあセカンドランナーを迎え入れます。ワンバウンド、ワンバウンドした、打ったバッター一塁受けた。さあボールが返ってきた、タイムリーツーベースヒット。6対3、1点を返します。追い上げます。さあ今のシーンです。西崎さんに聞きます。ここはどうご覧になってますか。こうなった以上はね、早く断ち切るために何をするかですね。はい、このピンチどう切り抜けていくんでしょうか。ツーアウトながらランナー三塁二塁、この回もチャンスを作りました。ここはバットで結果を残したい場面。さあどうでしょうか、矢野、その注目のバッターボックスです。ここでね、下位打線ですけどね、なんとか1番につながるねバッティングしたいですよ。はい、まあ守る側としてはここで打線を断ち切りたいわけですよね。まずはインコース、ワンストライクです。なおも2アウトです。次のボールはあっと転がってしまった、サードへのゴロ、取りました、ファーストへ、一塁、これはアウトです。これで3アウトチェンジ。6回の表までゲームは終了しています。しかしタイガース1点を返しています。6対3、3点差にしています。6回の裏、ジャイアンツの攻撃。この回はピッチャーからの打順となります。ファウエ、右のボックスになります。ファウエ、今日は1回塁に出ています。さあ初球です。最初は速いボール、ノーワン。すでに1点を許しています。次の第2球、変化球打ちました、打球は左へ、三塁線わずかに左、ファールボール。6回の裏、ジャイアンツの攻撃。さあ3球目、ボールのようです。ワンストライクツーボール。さあ3回目のバッターボックス。さあバッティングカウント、コーナーをつきます。ワンエンドスリーになりました。さあバッターファウエ、さあ5球目、ストレート、これはピッチャー正面、取りました、ファーストへ送ります。一塁、これはアウト、ファウエセカンドゴロに終わっています。打順が変わります。高橋由伸、6回裏ワンアウト。ここまではノーヒットで来ています。どこから行った、最初はインコースから来ました。いいまっすぐが来てますからね。そうですよね、152キロ出ていました。この回は先頭バッターを打ち取っています。2球目はどうでしょう。見ましたが、これはストライク、ボールカウント2ストライク。サインはどう出されたのか、インコースボール、この球は外れています。次の4球目、強烈な当たり、抜けた、きれいに抜けた。さあヒットになる。さあ打順が移っていきます。谷、打席に入ります。今日は3本ですかね、ヒットありますのでね。はい、今日バッティング絶好調です。どこに入れてくるんでしょうか。まずは変化球から入りました。さあカウントはワンナッシング。先頭バッターは内野ゴロ、その後ヒットを許しています。外角高めのストライク、さあツーナッシングとなりました。さあ勝負するんでしょうか。あっと今度は大きな変化球、この球は外しています。
4球目。あっとストレート来ました。今ボールが外に行ってますからね。はい、外へのピッチングを見せました。次が5球目。これも鋭い当たり。これはダブルプレイコースになる。二塁コースアウト。一塁手走。これは一塁もアウトでスリーアウト。ダブルプレイに仕留めました。さあリプレイでご覧いただきましょう。さて試合は3点差のままラッキーセブンに入っていきます。この場面タイガースここでとっておきのピンチヒッターを送ってきます。大事なピンチヒッターですよ。リン、さあチャンスのきっかけは作っていけるでしょうか。バッターはリン、背番号31。終盤になって3点差なんですけど、やはり先発が苦しいながらも踏ん張ってきたからですね。だから最後はいつもの継投で締めてもらいたいんですけど、はい、この後継投策を取ってくるんでしょうか。初球ストライク、カウント1ストライクノーボールです。ここまで3点を与えています。さあ2球目、しっかり捉えた。右中間に上がった。高橋、さあ代打の起用成功した。ヒットになる。さあセカンド中継する。ツーベースヒット。辰川さん、今のはどう見ますか。あのまっすぐであればね、打たれるのも時間の問題っていう感じですよね。ですね。そしてヒットになりました。さあ打順が変わります。赤星、得点のシーンを演出できるんでしょうか。今日4回目のバッターボックスに入っています。今日は打点が2つあります。さあ初球最初のボールを決めました。さあカウントはワンナッシング。今日の6回までのピッチング、許したヒットが10本、そして失点が3あります。あーゴロになってしまったが、あーっと抜けた、抜けていきます。さあヒットになった。ノーアウトランナー3塁1塁。この回もチャンスを迎えています。打順は2番藤本、そのバッターボックスです。こういう得点のできる状況でね、なかなかいい結果出せませんからね。はい、得点圏打率はちょっと低い数字になっています。まずどこに構えるか、ここは見ていきます。ワンボールです。今日はまだヒットはゼロ、出ていません。次の2球目、この球は打ちに決まっています。ワンストライクワンボール。これが4回目の打席。さあ3球目、この球は外いっぱいに決まった。ボールカウント2エンド1。次が4球目、しかしこれは決まりません。2エンド2になりました。さあ5球目、打って、あっと弾いた、グラブ弾いた。さあファーストランナーが二塁を回ります。サードランナーが今ホームイン。中継のセカンドへ、ファーストランナー三塁も回った。終わりました。バックホームする。続いてファーストランナーもホームイン。6対5、走者一掃のタイムリーツーベース。2点を返します。これで1点差になりました。さあもう一回今のシーンです。今日初めてのピッチャー交代です。豊、まあこの内容だったら交代もあるでしょうね。ノーアウトランナー二塁の場面でマウンドに上がります。まずこのバッターを抑えないといけないですからね。はい、どんなピッチングで抑えていくんでしょうか。タイガース打線をどう抑えてくるんでしょうか。
そして次の3番もシーズンワンヒット同点の場面というバッターボックスです。前の打席までの内容です。ショートゴロ、シングルヒット、そして三振、3打数1安打。まず大きく外れてボールになりました。ボールにしてきました。6回の3打席目、空振りの三振に終わっています。次の第2球、これも強い当たりだ。これはショートになります。1塁へ、1塁、これは悠々アウトです。シーツ、ショートゴロに終わりました。もうちょっと右を意識したかったですね。はい、そうなんですね。ここはバットで結果を残したい場面。さあどうでしょうか、金本、そのバッターボックスとなります。同点のランナーがセカンドにいます。最初の1球、まずは初球ストレート、ワンストライクノーボール。今日4回目のバッターボックスに入っています。このボールは今度は変化球、ワンエンドワンです。今日ここまでは3打数ノーヒット、ここまでまだヒットがありません。低いところへ決めてきました。変化球で2ストライク目を取りました。さあ4球目、見送った。今のフォークにバットが出ませんでした。アウトが2つになって次のバッターになります。今岡、同点のチャンスに打順が回ってきました。今日のバッティング、3打数の1安打。最初の1球、初球わずかに外れてボール、カウントノーワン。5番バッター、今岡、次のボールは内角低めのストライク、外へ2つ続けました。今岡、一度の出塁がありました今日のゲームです。さあ次の3球目、この打球はショートへのゴロ、これでチェンジになりそうです。ファーストへ、1塁、これは余裕でアウト、これで3アウトチェンジです。さあジャイアンツ、次の打順がクリーンナップから始まります。1点リードされた場面での登板となります。ジャイアンツ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。ピッチャー中村康弘、9番ピッチャー中村康弘。7回の裏、ジャイアンツの攻撃、この回はクリーンアップから始まっていきます。小笠原、試合を決定づけるには得点が欲しいところです。さあ1球目、初球簡単にストライクを取ります。バッター読みが外れましたよ。なるほど、バッターコースを絞っていたんですね。攻撃中のジャイアンツ、この試合はスタメン全員が出塁に成功しています。ここは見送ります。2ストライクノーボール。3球で決めてくるか、体に近いところ、変化球、これは外れました。バッテリー外してきます。次が4球目、これは高め、ツーツーです。さあ何を見せるか、わずかに外れて2、3。今のは振ると思いましたけどね。はい、でもおかしくないボールでした。フルカウントからの5球目、豪快に振ってきましたが空振り三振です。先頭バッター三振に切って取りました。次のバッターはどうでしょうか。イ、ボックスに入っています。ワンアウトになっています。初球はどうか、まずはシュートから入りました。この球は外しています。今日はここまで2打数ノーヒット、どう攻めるのか。なんと鋭い打球だ。
今日は一度の出塁、フォアボールがありました。さあ3球目はどうか。変化球で続けました。これは3つ低めに持っていきました。さあ第4球、高め外れて2-2、2ストライク2ボール。さあ5球目、なんといい当たり、これはファーストになります。一塁送球、一塁、これは余裕でアウト。ファーストゴロに倒れました。そして次の5番、三岡、バッターボックスに入ります。先頭バッターは三振、その後は内野ゴロに終わらせました。さあ1投目、高めのボール球、手を出した。今の変化球なんですけど、完全に打たされてますよね。ああなるほど、ヒットにはなりませんでした。取りました。これで3アウトチェンジ。途中経過参りましょう。千葉マリンスタジアムです。6-1、7回の裏に入っています。8回の表、タイガースの攻撃。この回の先頭バッター浜中、右打席に入っています。今日4度目のバッターボックス。最初のボールは、初球は手を出しません。西崎さん、今日のピッチングを見てどうですか？今のストレートもいいと思いますけどもね。ここまでの各打席をご紹介しましょう。サードゴロ、レフト前ヒット、そしてセンター前ヒット、3打数2安打。わっと変化球。さあカウントは1エンド1。今日の成績をご紹介しましょう。3打数の2安打。さあ3投目、スライダーでしょうか、決めました。2エンド1。次が4球目、これは外れました。2エンド2になりました。次が5球目、しかしこの球はボール。フルカウントにしましたよね。はい。ツースリーからの6球目、三振。この回の先頭バッターから三振を取りました。そして次の7番堀田、8回表ワンアウトです。ワンアウトになりました。第1球です。最初は見ていきます。さあカウントはワンナッシング。取りたい。ここまで出塁は1回という内容です。あっと今度は変化球、ボールカウント1エンド1。今日4回目のバッターボックスに入っています。さあ第3球、アウトコース、ワンエンド2になりました。今日は1打点がついています。バッティングカウントになった。今のはボールになります。さあカウントは1スリーです。7番バッター鳥谷。さあ5球目、なんと鋭い打球だ。打球はセンター方向、きれいにセンター前に抜けました。さあ塁に出ます。さあそして8番に回ります。矢野、打席に入りました。矢野、今日のゲームは1回出塁しています。まずは牽制、なおもワンアウトです。どこから行くか。初球ストライク、ワンナッシングです。今日はここまで3打数1安打、コーナーいっぱいに決まった。これは手が出ないですよ、この変化球はね。はい、今の変化球は素晴らしいボールでした。さあここはどうリードするんでしょうか。3球で決まった。ボール球に思わず手を出してしまいました。さあリプレイでご覧いただきましょう。
ちょっと変えるみたいですよ。さあホームランで逆転のこのチャンス、タイガース、ここはこの人に任せます。代打です。関本バッターボックスに入っています。ワンアウトからヒット、その後三振を奪っています。さあ初球です。最初は内から入りました。さあワンボール。代打のバッター関本、このボールはアウトコースへ決めました。これはちょっと手が出ません。今日は1回と3分の2を投げて許したヒットが1本、失点なしの成績です。あっと低め、ボールカウント1エンド2、2アウトになりました。バッティングカウントからの4球目、低いボール、ライトに上がった、フェア、ライト線、これはフェア、ヒットになります。ファーストランナー2塁回った、ボールは中継のセカンドへ、ツーベース。ランナー三塁二塁、逆転のチャンスを迎えています。ここで打順は1番赤星、さあバッターボックスです。この状況でこのバッターですよ、今日当たってますからね。はい、このゲーム順調にヒットを重ねています。さあ1球目、初球ストライクを取りました。これはバッター動けません。6回の第3打席、ライトへのシングルヒットを放っています。2球目です。変化球を打っていった、右へ持っていきます、ライトです。さあボールが戻ってくる、サードランナーがホームベースを踏みました。6対6、追いつきましたタイガース、同点になりました。そして2番藤本、その注目のバッターボックスです。これ打線がつながってきてますので大量点狙いますよね。はい、ここから点まで行きたいですね。さあ初球です、行きました、この打球はライトへ上がった、しかしこれは間に合います、取ってこれで3アウト。ゲームは8回の表を終了、しかしタイガース6対6、追いつきました。タイガースこの場面で4番手のピッチャーとなります久保田、8回の裏同点の場面で投入します。ジャイアンツ打線をどう抑えてくるんでしょうか。8回の裏、ジャイアンツの攻撃、6番からの打順になります。ゴンザレス、右のボックスです。ここまでのジャイアンツヒットは12本、そして6点を入れています。さあ1球目、初球狙って、これはいい当たりだ、レフトへ上がった、レフトへ、ピッチャーの代わり腹を捉えた、ショートが中継、ツーベースヒット、ゴンザレス、レフトへのツーベースヒットが飛び出しました。初球はどうでしょう。その初球大きく外れました。バッテリー外してきます。前の打席までの内容です。見逃しの三振、併殺打、スリーランホームラン、3打数の1安打、しかしこれはボール、結局ボールが2つになりました。ノーアウトです。さあ3球目はスライダーできました。ノーストライク3ボール。バッターは7番阿部、ボール3つになったが低めの球ストライク、ワンエンド3になっています。今日はホームランを1本打っています。さあ何を見せるか。さあこの打球、これは1、2塁間に抜けました。セカンドランナー3塁を蹴った、ヒットになった。
ラブランナー今ホームインした。7対6ライトへのタイムリーヒット、追加点が入ります。リードを奪いました。そしてバッターは8番ゴリン、バッターボックスです。すでに1点を失っています。さあ初球、これも鋭い当たり、これは低い打球、ゴリンセカンドライナーに倒れました。これ大事ですわね。さあホームランの欲しい場面、ジャイアンツここでとっておきのピンチヒッターを送ってきます。亀井バッターボックスに入ります。さあジャイアンツ今日は先発全員が出塁しています。いきなり牽制、さあワンアウトです。初球はどうでしょうか。バントして上がりました。矢野追っていきます。取って二塁へ、二塁アウト、ランナーは入れ替わってそのままツーアウトになりました。いい場面でホームランバッターに回りました高橋、そのバッターボックスとなります。得点差わずか1点、ジャイアンツがリードしています。さあ初球です。その初球は変化球でした。大ワン。今日のバッティング4打数1安打。勝利が見えてきたか。そして今ホームイン9対6。そしてラインの祝福を受けます。2点を追加、その差は3点になりました。さあ今のシーンです。そして次の2番谷、8回裏の攻撃ツーアウト。今日5度目のバッターボックスに入っています。さあ初球、初球膝元インコースに行きました。ボールカウントノーワン。谷ここまでは3度の出塁を記録しています。2投目、これはカットボールでしょうか。カウントノーツー。この回勝ち越しを許しています。3球目、あっと今度はインコース。それにしても見事なコントロール。この回ツーランホームランを許しています。さあバッティングカウントどう攻める。ここはスライダーできました。ちょっと外が続いてますよね。はい、ここは外への配球を見せました。さあ5球目、打った、ショートへの当たり、取りました。ファーストへ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。8回を終了、しかしジャイアンツ3点を追加、9対6リードを広げています。どうぞご注目ください。ジャイアンツここで3番手ピッチャーを出します。林、3点リードの展開、ここで投入します。さあ最終回きっちり抑えるのか。9回の表タイガースの攻撃、打順はクリーンアップから始まります。シーズン、この場面はどうしても出塁しなければなりません。さあ5回目のバッターボックス、まず初球、まずは変化球から入りました。ワンストライクノーボール。バッターは3番シーツ、第2球空振りです。フォークで追い込んでいます。一気に来るか、緩いカーブ、ボールカウント2エンド1。
さあ4球目、インコース、スイングアウト、空振りの三振に切って取りました。この選手たちの表情です。本当に嬉しそうです。どんな気持ちで守っているんでしょうか。そしてバッターは4番金本。9回の表ワンアウトです。金本、このゲームは塁に出られていません。さあ第1球、まず外から入りました。ノーワンです。まず先頭バッターから三振を奪っています。次の2球目、これは強い当たりだ。これはファースト取って一塁に送ります。これは一塁アウト。金本ファーストゴロに終わりました。さあベンチはすでに胴上げの準備に入っています。この表情、この表情です。打順が移ります。久保田、ここでゲームセットとなってしまうんでしょうか。バッター久保田、あと一人で勝利となるが、高め、まず内に入れてきました。ワンストライクです。先頭打者は三振、その後は内野ゴロに打ち取りました。どう攻めるのか。見送った、ツーストライク。あと一人、高めは、この球は枠に入りません。次が4球目、外、わずかに外れた。さあカウント2-2。次が5球目、しかしこれは外れています。2-3まで来ましたよ。はい、フルカウントからの5球目、これも痛烈な打撃、低い打球になりました。ラインの外、今のはファウルです。カウントは変わりありません。打って、これはショート、ショートが抑えます。ファーストへ、これで3アウト、ゲームセット。今大きくガッツポーズ。それでは大興奮のスタジアムからお別れいたします。さようなら。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。
Thank you.